Hey guys, it's Yuta. So, when I go to many different countries, many people ask me if I understand Chinese because they think that Japanese and Chinese are kind of the same, which isn't the case. Japanese and Chinese are completely different languages. But since we use many Chinese words and letters, we can sometimes guess when we see Chinese texts. So I asked Japanese people to guess what written Chinese sentences mean. And I also brought a Cantonese speaker with me. Check this out. これ食べ物なんですけど、どういう食べ物だと思いますか？麺。麺っぽいよね。牛。牛肉が入ってる。ラーメン的な。これなんか牛の内臓のラーメンらしいです。そんなん食べたくないんだけど。読むとどういう読み方になると思いますか？牛雑ラーメンですよね。発音は牛雑ラーメン。全然分かんない。さ、我和装会か会か会か。どういう意味だと思いますか？私の理想の家です。おお、なるほどね。面白いですね。どうですか？どうだと思いますか？家を回る。あ、でも思う。これはなんか家に帰りたい。あ、家に帰りたい。我想回家。でした。はい。我想回家。家が回る。引っ越し？答えは私は家に帰りたいと思う。我想回家。我想回家。我想回家。学校。あ、大学の学でなるよね。学校。今転学。いや、これなんかあれですよね。春休み的な話ですか。放課後。放課後。あ、違うな。だって今学校暇。今学校暇。いや、わかんない。これは今日学校は休みです。今日か。確かに今日、今ってことで今日か。暇ってことは休みなんです。今学校暇っておかしいですもんね。今天学校放假。今天学校サンシャインですか。今天学校放假。今天学校放假。放假。ギリギリじゃないですか。中国は学生必須。中国は制服みたいなのが学生には必要。そうですよ、合ってます。中国では学生は制服を着る必要がある。おお、合ってた。分かりやすくないですか、うん、さっきよりは、うん、これ読むとしたら日本語でどうやって言いますか？在日中国学生必須。目幸福。在中国学生必須穿校服らしいです。中国人は学校制服が必要です。あ、中国人の学生は制服が必要です。中国では学生は、制服が必要です。これ日本語読みで読むとどうなりますか？在中堅。中国でしょ。国在中国。分かんないけど、うん、多分学生必須。何？気候服。在中国学生必須穿校服でした。不要の勉強。これはあれですか、天才っていう意味ですか？なんで天才だと思いました？勉強いらず。そういうことか。いや、分かんないな。これはヒントとかないんですか？ヒントはこの勉強の意味がちょっと違うんですよ。例えば今日っていうのがちょっとヒントかな。怠ける。いや、分かんない。正解言います、はい、そんなに無理しなくていいよって意味らしいです。そんなに頑張って無理しなくていい。ちなみにこれを日本語読みで読むとどうなりますか？不要勉強。 But you mean can? But you mean can? But you mean can? 日本の国旗が、紅白の色を使ってて、で真ん中がその太陽
赤白使ってて、で真ん中がその太陽を象徴してますよって感じです。これは日本国旗の赤い部分が太陽を象徴してるっていう意味らしいです。これ無理やり読むとどうなるんですか。日本国旗、こっちわかんない、主的紅色陰円円象徴両太陽、わかんないです。日本国旗里的红色圆圈象征了太阳。なるほど。長いじゃないですか。長いです。でも逆にいや意外と分かると思います。あ、日本国旗の説明をしている感じですね。これはもしかして。お、ああの日の丸の。そうそう、太陽。ああ。国の象徴。日本の国旗の日の丸は太陽の象徴である。お、来た当たりですか。当たりですね。日本のそのだから国旗の赤色は太陽を象徴してるっていう。これはどういう意味があるんですか。中に。あ、中に。これ無理やり日本語読みで読むとどうなりますか。日本国旗の紅色紅色剣象徴両太陽。日本国旗里的红色圆圈象征了太阳。太阳何東京？東だから。東だから。東京の作ってる人は優秀ですみたいな。作ってる人ってどういう人だと思いますか？大工。大工さん。あ、なるほど。東京の大工さんは優秀ですみたいな。これはなんかうちのスタッフは優秀ですっていう意味でした。はい。工作人員都很優秀。全部発音似てると思いますか？違うと思いますか？日本語と？うん、全然違う気がする。これ、How do you say the last two kanji? 優秀。優秀、優秀、まあ、似てなくもない。似てなくもないね。工作人員と、いや、もう分かんないのが2つ続くと、なんだこれ。これを作った人は超優秀。それだ、それだ。なるほどね。工作人員がどういう意味かっていうのが分かると iPhone を作った人スティーブ・ジョブズ。スティーブ・ジョブズは天才であったこれはジョブズって意味だと思う。スティーブ・ジョブズです。エンジニア的な感じですか。料理人ですか。国民なるほど、ね、当たったと思った。当たったと思いましたよ。そこはスタッフでした。難しい。スタッフは優秀ですって意味です。工作人員がスタッフ。工作人員がスタッフ。まあちょっと日本語に今近い読むものもあるんですけど、やっぱいやちょっと違うなって感じがしました。日本語と似てるのもあるかなと。あの学生必須幸福みたいなやつは日本語と似てるかなと思いました。いや難しかったです、ね、簡単でしたね。いや無理無理。全然難しかった。全然難しかったです。いや同じ漢字使ってるのに読み方が全く違うなって全然分かんなかったです。 So I think this video was fun if you speak Chinese or Japanese. But basically we don't understand Chinese. So if you want to talk to Japanese peopleYou still have to learn Japanese. And if you want to learn Japanese with me, I can teach you the kind of Japanese that Japanese people speak today, unlike a natural, old-fashioned textbook Japanese. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. All right, see you guys soon. Ciao, ciao.